ありがとうございます。あ、ダンスビタバありがとうございます。ちょっとじゃあテロップ書こう。もうありがとうございます。そんな気持ちだけで嬉しいんですけど、ケーキもありがとうございます。 みんな耳入ってるお名前を本当にお呼びしたいんですけど、あの私の気持ちの中にはちゃんと残ってるので、ちょっとお名前をお呼びできなくて悲しいんですけど、みきちゃんじゃん。みきちゃんが来てくれたよ、みんな。あ、花束ありがとうございます。みきちゃんありがとう、ありがとう。ケーキありがとうございます。花束もありがとうございます。あ、見に来るって言ってたの？そうなんだ。嬉しい。ありがとう。ミミキはビジネスじゃなかった。ビジネスなわけないでしょ。ビジネスなわけないじゃん。まさに生誕祭、生誕祭の気分です。嬉しい、ありがとうございます。皆さん、花束もありがとうございます。ありがとうございます。みきちゃんの名前はそう読めます。クラッカーありがとうございます。クラッカーもさ、誕生日ギフトなのかな。クラッカーありがとうございます。18歳の瞬間はあれあれと飛びました。お母さんと飛びました。みきちゃんからおめでとうの連絡来ましたよ。一番早かった、みきちゃんがちょうどにそうくれて、でもその後にそう、いつもの5人、私含め5人だから4人からみんなから連絡来ました。まだ返せてないけど後で返します。そう、年越しにするやつ、年越しにもするんだけど、なんか多分いつも飛ばない気がするんだけど、なんかお母さんが冗談で飛ぶみたいな言って飛びました。ハンタバありがとうございます。ケーキもありがとうございます。そう、あれですね、大富豪とパッションウィーはカードがもらえますね。皆さんもらってください。今日はそうなんです、朝配信だけなんです。 H5 仲良しだね、もちろん。お母さんも飛びました。なんでなんでって感じだよね、本当にね。面白いお母さん、面白いお母さんだね。そう、一昨日とかも2人でお腹抱えて笑ってました。どうでもいいことだった、どうでもよくはないか、なんか面白い動画見ながらお腹抱えて笑ってました。
ツイッター見てくれた、見ました。いや感動、いやお母さんも感動してましたよ。私も感動したんですけど、本当にあの皆さんアイコンを揃えてくださったりとか、ハッシュタグつけて、いやなんかいつも見ない方もその私の誕生日のおめでとうツイートさせてくださってて、まあ、いつもの方ももちろんツイートしてくださってて、全部一つずつ画像とかなんか作って動画作ってくださった人も方もいたりして、画像をこう組み合わせて作ってくださった方もいたりして、本当になんか初めてですね、今まで一番祝っていただけたんじゃないかなと、すごい嬉しい。もう全部ね、あの縮小して取っとこうかと思ったんですけど、あ検索したらそっか出てくるじゃんと思って、皆さんツイッター消さないでください。さすがに全部スクショしたら多分私のフォルダーパンパンになってしまうので、あのあれなんですけど、皆さんあのついて消さないでね。後から見返すから。あクラッカーありがとうございます。いやもう本当に嬉しいです。もちろん見ますよ後で。また花束ありがとうございます。朝来てから誕生日ツイートしましたよ。ちょっとまだ朝からまだね見れてないから後で見ますね。あありがとうございます。お誕生日タワー待って、合ってますか。ありがとうございます。あ代わりに名前を皆さんが呼んでください。ありがとう、ありがとうございます。食べれそうだね。ありがとうございます。フラッカーありがとうございますね。名前呼びできるといいんだけどね。ありがとうございます皆さん。あーありがとうございます。ありがたわ。あ難しいな、これは何のキャラクター。でもこういうことだよね。ありがとうございます。じゃあこれも食べました。ありがとうございます。全部同じやないかいって。あとありがとうございます。ありがとうです。クラッカーありがとうございます。これなんだろうね、クマなのか猫に見えました。私は猫ですね。誰もありがとうございます。あなんだっけこれ、何してたっけ、死去者タイムだっけ。何してたか忘れちゃった。ミラーボールありがとうございます。何しよう、
私はダンスタイムではないんですよね。指揮所タイムだった気がする。何やってたの？よいしょ。クラッカーありがとうございます。パンパンパン。焼き芋味のメロンパン、え、そんなのあるの？私とミキちゃんじゃん。クラッカーありがとうございます。エリアもまだお店です。お店の冷凍庫で眠っているでしょう。ケーキありがとうございます。皆さんからケーキをたくさんいただきました。とみきちゃん33位。朝ごはんにケーキ食べたのみんな。あ、そうなの。ありがとうございます。朝からケーキいいですよね。ケーキ食べてるよ。本当ですか、嬉しい。肝心の私がケーキないんですけど。なんかありがとうございます。お腹空いてきましたね。何も食べてないです、まだ。ありがとうございます。朝ごはん TKG いいな。いいじゃん TKG、 いいじゃん。もちろん写真送りますね。今日はそれを楽しみに頑張ります。あ、誕生日玉ありがとうございます。あ、ありがとうございます。これは犬ですね。ありがとうございます。ありがとう。まありがとうございます。あ、じゃあ食べます。食べました。タワーを食べる。幸せですね、本当に。あ、241日もありがとうございます。拍手ありがとうございます。クラッカーもありがとうございます。握手もありがとうございます。ハートありがとうございます。テンション高いですね。やっぱりテンション高いです。あ、241西。あ、ありがとうございます。誕生日タワーありがとうございます。待って、むずいな。
ちょっと待ってね。え、どうし、これ何してるんだ、腕組んでる、見えない。はい。なんか腕組んでるのこれ、腕組んでるのかな。ありがとうございます。ちょっとうまくモノマネできなかったけど、ありがとう、ありがとう、ハートもありがとうございます。もう耳でいいんで、耳ついてないんで。あ、ブラートさんね、ブラートさん。待って、どれだろう、ここら辺食べました。元気ありがとうございます。実はコンタクトしてないんですよね。だから結構顔近いんですけど、あ、ゴミがついてる。あ、そう、あのね、18歳の抱負をお話ししたかった。あ、ありがとうございます。18歳の抱負はですね、あの、今年の18歳の抱負と2021年の、あの目標、正直同じなんですけど、殻を破るっていうね、打破をしたいなと。そう、打破の年にしたいなって思ってます。なんだろうな、別に殻に閉じこもってるっていうわけではないんですけど、なんだろうな、殻をまだ破けれるんじゃないかという、自分の中でまだ何かできるんじゃないかなって。全然、ね、隠してることがあるわけでもないし、そうそう、皆さんに何かこう殻で隠れてるわけでも何でもないんですけど、なんかまだできること、なんだろうな、まだ自分でもわからない何かがあるんじゃないかなと思って。そう、なかなかガツガツ行くとか、自分から積極的にこう行くっていうのが私はそこまで得意ではないんですけど、そうですね、18歳はもうちょっとガツガツ何か、行けたらいいなと。なかなか簡単にはいかないことなんですけど、自分でちゃんとなんか挑戦するのもそうですし、あとは、そうですね、何事にも積極的な姿勢になれたらいいなと思ってます。っていうのが私の18歳の目標です。2021年の目標ですね。これはね、そう、年末年始のあのグッズのあの絵馬にも書いてある言葉なんですけど、はい、
こういう意味です。殻を破るっていうのは。ファイト、ありがとうございます。あ、ミラーボールありがとうございます。え、待って、2分、え、1分半ぐらいのじゃん。びっくりした今、な、数十秒で終わるかと思った。ゆで卵の皮むいてる。ありがとうございます。ハートもありがとうございます。違えた、歌われてなかった。どんどん増えるじゃん。終わらない、エンドレスかもこれ。ありがとうございます、クラカ。あ、終わりましたね。ありがとうございます。あ、初見さん、フォローさせていただきます、ありがとうございます。落ちた。よいしょ。クラッカーありがとうございます。はやかちゃんの時1時間ずっと回ってたの。はやかちゃんずっと踊ってたの。あとなんだ、お豆腐を話して、そんなもん。あれ、皆さんお誕生日プレゼント本当にありがとうございます。こちらも誕生日プレゼントいただいて、本当に本当に本当にあの幸せな、幸せで、幸せです。多分次の公演の時に受け取れると思います。今はリンゴが食べたいです。昨日買ったリンゴが食べたいです。あ、前髪切ったんですよ、気づきました。なんか12時超えて切ったので、一番18歳になって最初に何したかって言われたら前髪切りました。
お仕事でやってみたいことは、じゃあ18歳の目標、18歳でできるかわからないんだけどね。やっぱり仕事でやってみたいことか、もちろん一番は劇場公演にたくさん出ることは私の一個の目標なんですけど、劇場公演以外で言ったら外のお仕事だったら、私のずっと目標はこう雑誌に出ること、なんだろうな、そのなんだろう、そうですね、いつかは何かのこう本屋さんに行って自分が表紙になってる何かを見れたらいいなっていうのは一番目標ですね。それは本当に18歳の目標じゃなくて本当に私のこのSK 人生での目標の話なんですけど、ファッション雑誌にも出てみたいですね。すごい私のもね、めちゃめちゃ高い目標をね、あれ言ってるんですけど、いいね、ありがとうございます、あの様もありがとうございます。いや、まだまだだし、それよりも私は今は劇場公演を頑張るってことの方がね、まずは優先かなって思うんですけど、いずれかは18歳の中で何かね、17歳はスパさんに掲載させていただいたので、今年も何かね掲載させていただけるように頑張りたいと思います。ファイトありがとうございます。本当に私が夢を語ってるだけなのでファイトありがとうございます。だからまずは劇場公演を、私は劇場公演、歌ダンス、こちらをが一番優先だと思うので、ハートありがとうございます。多分そう、私の夢を叶えるにも案のね、皆さんがいないと本当に成り立たないのでまだまだ頑張りますので、応援してくださると嬉しいです。あとそうだ、ティーンズユニットに入ることも目標ですね。18歳のなんだろう、現実的というか近いのはそれかな。あとはな、また何かのイベントで皆さんと嬉し涙をね流せるぐらい
のこともしたいんですし、あ、そうですね、耳鏡ダブルセンターでもの夢も叶えたいなと思いますね。クラッカーありがとうございます。ありがとうございます皆さん。それが一番近いあれかな。あとは全然18歳の目標じゃないっていうか、これも私の SK 人生の中での目標なんですけど、そう最近ね、そう考え、なんだろうな、お母さんと考えてたんですよ。そう何がしたいかなみたいな、したいことって夢、この SK をしてての夢。あ、主権さんありがとうございます。それで一つあったのは、なんか夢、本当に私の夢なんですけど、なんか連載みたいなあるじゃないですか。そういうのも連載自分が持てるようになったらすごい嬉しいなっていうのを思って、そう毎回この連載だから毎回載せていただけるじゃないですか。私の夢をね、そういっぱいなんか語ってたんですけど、お母さんとも。それも私のこの SK 人生の中でのなんか一個やりたいことかな。いいね、ありがとうございます。いや他にももちろんたくさんあるんですよ。なんだろうな、アイドルっていう、それを枠を超えてやりたいことなんですかって言われたら、今言った感じなのかなって思いますね。ハートありがとうございます。もちろん他にもやりたいこととかもたくさんあるんですけど、本当に私の夢の話なんですけどね、今はまだまだ今の自分にはもちろん全然かなわないことなので、もっと頑張らないとなと思いますですけど。うまく伝わってるかな。私はね、ほんとやりたいことたくさんあるので、はい、まだまだどんどんやりたいことを突き詰めていきたいと思ってます。あとありがとうございます。ファイトありがとうございます。何でも興味あります私。何でも興味ある。大食い企画ね、いいよね、それもしてみたいな。どうしよう、全然食べれなかったら。そう、ね、やりたいこと全部叶えれたらいいな。もちろんね、今言った以外にもたくさんやりたいことあるんですけど、
かしいもの大食い食べれるのかな。まだね、始まったばっかりなので、加入してから1年は経つんですけど、もう全然始まったばっかりばかりばかりなので、もうね、そうですね、私はもう私も SKE 一本なので、もうこのね道でやっていくので、なんかいっぱい語ってしまった。みそみきちゃんと同じ決意。そうですね。今一つから選べれましたか。大丈夫かな。まだ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 破いていきます。お願いします。皆さんまだまだこれからですか。あ、お仕事行ってらっしゃい。主権さんありがとうございます。何のマークだ。あ、ありがとうございます。だるまもありがとうございます。時間大丈夫かな。8時まで。
生まれてきてくれてありがとうって本当に素晴らしい言葉ですよね。本当に嬉しいなって思います。あ、44分ありがとうございます。このリップはいつだっけな、2年前かな、にお姉ちゃんからもらったリップです。待って、去年何もらったっけお姉ちゃん。あれ去年何もらったっけで今ふと思ったんですけど、あれちょっと待ってね、思い出すね。あれ思い出せない。これあれこれ去年かな。いや一昨年だった気がする。やばい忘れちゃった。今年は何をくれるのでしょうか。とても楽しみです。あ、思い出しました。危ない危ない危ない。去年もコスメをもらいましたね。下地をもらいました思い出した。またお姉ちゃんからもらったものも紹介します。私もちゃんとあげましたよ、お姉ちゃんに。私はコスメをあげました。いつも大体姉ちゃんには私があげた倍ぐらいのものを期待してます。紹介しますね、またもらったら。お母さんからは服を買ってもらったんですよ。そう2着。そう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 。それもね早く着たいなって思うんですけど。なんか大事な日なんだろう。すごい気に入りの服なので。なんか大事な日いつかわかんないけどに着たいと思います。お父さんは何かお菓子を買ってきてくれるのではないかなと予想しておりますが、去年何もらったの。お姉ちゃんにお菓子あげてたので、私にもお菓子もらえるかなと思った。ハーゲンダッツだったら最高かなっていう。あ、ダメだ、待って。家にアイスある。あ、でもいいか。何個あってもいいし。試験さんありがとうございます。おはようございます。あ、でもお菓子でもいいですね。あ、お仕事いってらっしゃい。わかりません、お父さん聞いてるかわかりません。あ、お母さんはあとケーキですね。ケーキ
きまかってくれるので、アイスアイスになっちゃうか。お菓子の方がいいかもしんない。全然見てるか分かんないけど、何も買ってこない可能性もあるから。自分のためにアイスアイス、いや家にあるんだよ、アイスケーキが待ってるからさ。クラックありがとうございます。通勤中、お仕事お疲れ様、お疲れ様です。いってらっしゃいです。あさって公園なので食べ過ぎ中。いや今日ねたくさん動くんで許してください。食べる気でいるやん。動くんでね今日はたくさん。クラッカーありがとうございます。あマイククラッカー。ありがとうございます。あもう一個クラッカーありがとうございます。なんか本当は夜にパーティーしたいんですけど、そうそうそう、大体あの私の家はそのなんだろう、その日のんだから誕生日の人の食べたいものを夜ご飯で食べに行くみたいなのが結構多いんですけど、お姉ちゃんの時もそうで、お母さんの時もそうで、でもねちょっとね夜は今日は食べに行けなそうなので、食べに行けなそうなんですけど、そうそう、でもそうそう、多分ね踊りまくってるから。でもケーキを楽しみに今日は。帰りたいと思います。スキップしながら帰る。クラッカーありがとうございます。花束ありがとうございます。あ、クラッカー、もう一個クラッカー。自分もアイスケーキを楽しみに今日の仕事頑張ります。あ、じゃあ一緒に頑張りましょう。私も夜に食べるアイスケーキを楽しみに今日は頑張ります。頑張れそうです今日も。スヌーピーじゃないな、スヌーピーじゃないですよね、エイリアンです。じゃあ皆さんの、じゃあそれぜひミーのご飯か何かつけて、あ
誕生日のハッシュタグでもいいんですけど、ぜひ上げてください。見に行きますね。見て、あの一人喜んでいます。テスト今日戻ってくるの？あーそっか、テストってなんであんなに早いんですかね、戻ってくるの。いい結果になりますように。ありがとうございます。あ、あなたもありがとうございます。55分になってしまった。終わっちゃう。はい、ということでじゃあランキング読んで終わりたいと思います。さんちゃんがハッピーバースデー歌ってくれて本当にありがとう。かのんちゃん今配信してるのかな。ありがとう、ありがとう。よし、じゃあランキング読みます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。あのタワーギフト、あのたくさんありがとうございます。本当に本当に幸せです、幸せです。あ、最後に縮小していいですか。縮小します。どうしよう、あ、すっごい音出た。あれ音閉まってないけどな。まあいいや、よし、オッケー。本当にありがとうございました。本当に幸せです。私は、あ、5000人もありがとうございます。早起きしてくださった方もありがとうございます。皆さんお仕事これからある方もいらっしゃると思うんですけど、一緒に頑張りましょう。私も頑張ります。本当にたくさんのお祝いコメントありがとうございました。18歳も頑張ります。どんどん突き進んでいきたいと思います。時間大丈夫かな。本当にありがとうございました。では皆さん、いってらっしゃい。こちらこそ朝からありがとうございました。また明日、ありがとうございました。こんなに祝っていただけてありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。ありがとう。
がとうございました。また後で見に行きますね。